けましておめでとうございます。昨年10月5日より始まりましたゴースケチャンネルゴーちゃん、パーソナリティを務めさせていただいております吉村ゴースケです。皆様今年もよろしくお願いいたします。さて皆さん、年明けましたね。年末年始ゆっくりお過ごしできましたでしょうか。実はですね、このアーチャの特番として大晦日31日の4時間にわたる行く時来る時という火曜特番を放送させていただきました。実はですね、私吉村豪介の方もこの行く時来る時で総合司会として参加させていただいております。皆さんお気づきになりましたでしょうか。今回の新年1回目ゴースケチャンネルゴーちゃんのこの第5回は、行く時来る時をギュッとこう凝縮してライブ感あふれる作品に再編集いたしました。行く時来る時、見た方も見られなかった方もぜひゴーちゃん第5回でお楽しみください。それでは行きましょう。ワンツースリーゴー、あったー。まず最初は昨年福島県郡山市で行われたコンサートから、地元郡山市のムード歌謡バンドスマイリー兼&クリスタル5のステージをお届けします。どうぞ。七色の虹が消えてしまったの、あなただけが生きがいなの、忘れられない Love you Love you 涙の東京。
を見つけるの。ですね、ロスプリムスのヒット曲「いのちのブルース」いってみたいと思います。月よ好きなの信じているの。だからお願い捨てないで。あなたなしで今なら
と泣いたさに泣けてくる未練という文字を最後にもう一度消して消して星の色を「あなたにはいつだって帰る口がある」「おかえりと微笑みで迎える人がいる」「好きだ」お揃いのこのパジャマ羽織れば泣けてくる女の恋心あなたあなたは変わっていいよ無理なこと知りながら幸せ夢見てた この心これ以上私は騙せない思い出の火が灯る港のあのホテル最後にもう一度あなたあなたに行きたいの
にタクシー乗っても後ろ髪引く別れ地図へ引き返したら思い切り抱きしめ夜のしじまに溶けてみようか最後の恋だと遠い出来心は見つめ合う目と目浜津山二番町の店で洒落た女の夜明けのブルース実はですね先生りっちゃんって言われて失礼しましたもうりっちゃん何回言ったでしょう3回目ですかねそうですね4回目ですかねそうですねりっちゃんよろしくお願いしますこちらこそよろしく昭和のスーパーアイドル僕のデュエットソングの女王阿部りつこさんおっと失礼いたしましたりっちゃんの登場ですもう一回復活させよう歌謡曲の復権を目指そうっていう番組をやってましてそれでこれまでいろんな日本全国で、うん、ショーをやられてきたりっちゃんに、うんはい、特にこの地域が印象に残ってたなっていう地域あったらお話しいただきたいなと思いまして、はい今年53年目を迎えることができまして、はい、もう本当に全国津々浦々本当に伺っているわけなんですけれども私の生まれ故郷は北海道札幌なんですね、うん、で雪まつりのステージっていうのも大切なステージだったんですけれども本当に今年は北海道生まれ故郷札幌だけではなくいろんなところに行きましてもうステージで歌わせていただいたりそしてキャンペーンでみんなに応援していただいたりと印象に残る本当に全国ここ一つか二つにって言われるともう本当に絞るのが大変なんですが襟裳岬でしょうかね今年行った台風7号もありまして、はい、それでなくても 10メートルぐらいはやはり襟裳岬の突端でございますのでねそこで撮影をするのに風が吹いていたんですけれども7号の台風とともに27メートル吹いているところで撮影をしたんですねでもとても柔らかいいい写真が撮れましたしまた旭川でディナーショーなんかもねさせていただいて初めてだったのでねで阿部りつこ健在ぶりをあちらこちらで見ていただいたんで来年もで再来年が阿部りつこなんと55周年を迎えますのでさらに飛躍したいと思っておりますのでぜひ応援していただければ嬉しいですどうもありがとうございます、はい、これからステージの方になりますのでそうですねまたはいステージで吉本先生あれでしょ司会でしょ
はい、僕の方が今回やらせていただくことになってますので、何から何までぜひよろしくお願いいたします。どうしたんですか、どうしたんですか、この衣装ですよね。僕も初めて来ました。なんかちょっと演歌歌手になったような気分がするなっていう。ですか、お歌は。残念ながら苦手なんですよ。もう聞くの専門でして。だってこういういい番組を作ってらっしゃるんですから、ぜひ何曲か歌って、はい、ぜひ。そして皆様に りっちゃんの歌も覚えさせていただいて、はい、ぜひデュエットさせていただけたら。はい、もちろんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそです。阿部律子さん、おっと失礼いたしました。りっちゃんの最新曲願い、お楽しみください。夕日見つめて歯を食い縛る夜であなた、あなたを強く抱きしめたくて、手を伸ばすよりも遠く遠く届くように、私は遠くだます朝日背にしてうなられている、美しいあなたの、あなたのそばに駆けつけたくて、息聞かすように早く どうもありがとうございました。ありがとうございました。ゲストのりっちゃんでした。はい、皆様改めて盛大な拍手をよろしくお願いいたします。この後も森本さんの歌に酔いしれていただきたいと思います。そして吉村先生にも温かいご声もありがとうございました。どうもありがとうございます。どうも皆さんこんばんは、森本英世です。今日はようこそおいでいただきましてありがとうございます。2023年、ね、12月の10日ということで、大変皆さんお忙しい中たくさんおいでいただきましてありがとうございます。今日はこのクリスタルの、クリスマスパーティーということで、先ほどクリスタルの、クリスタルの皆さんメンバー、そして橋本さん、
スマイリーさんの歌も聴きながら皆さん盛り上がってらっしゃいました。それを聞いておりました森本もこれは負けてらんないぞと今日は張り切っております。皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます、皆さんの拍手をいただいてもうもりもり元気が出てまいりました。今そこで、口笛を吹いていらっしゃる方がいらっしゃいましたがほとんど音が出ておりません。あ、出た、うまい。さっきはもうスカみたいな音でしたけどもありがとうございます。皆さん楽しんでますか。ねえ、まあ今日も本当に嬉しいです。森本今回で4回目このクリスタルのパーティー4回目でございますよ。だいたい1回見たらもういいよと言われるんですけども今回4回も呼んでいただいてありがとうございます。森本秀夫実はですね今年から来年にかけて歌手デビュー55周年目でございます。ありがとうございます。もう55周年目ということは去年が54周目でございますね。もう、ね、立派なこうやってね皆さんのおかげ力をいただいてもうなんとか芸能界の端くれにとも捕まりながら一生懸命頑張ってまいりましてこうやって皆さんに歌を聴いていただく。そしてここ 2,3 年はコロナがありました。インフルエンザがありましたということでなかなか皆さん声出しをしたり、こういうところで集ってみんなで騒いだりすることがなかなかできなくてもう歌手の方もそしてバンドの方ももうあの照明それから音響の方もずっと仕事がなくて家でじっとしてたんでございますね。それがこうやって皆さんにまた歌を聴いていただける森本にとっては本当にもう気持ちがもう嬉しくて嬉しくてたまりません。今日は頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。まず最初に聴いていただいた歌が「よせばいいのに」「トシ伊藤とハッピー&ブルー時代に」皆さんのおかげで120万枚のミリオンヒットになってね、ありがとうございます。よせばいいのにと言われながらあちこちマイクロバスでずっと日本中を3週半ぐらいいたしましてもう誰もこんなところには来ないだろうなっていうところまで行きました。北海道は極寒マイナス35度のところに行きました。面白い35度でございますよ。外が35度、そしてお店の中がもう暖房で50度ぐらいになってるんです。外と中の寒暖差がもうすごいところでもう歌って外へ出たら目がぐーっと回ってきたりなんかしてすごい思いをしながらも皆さんに応援していただけるということでやってまいりました。今日はですね森本秀夫と言いましてもなかなか森本は知ってるんだけど秀夫は知らないという方が意外とおります。今日は森本秀夫の名前をしっかり覚えていただきたいと思いまして森本秀夫の秀夫は英語の A それに世の中世界の世って書きます。英世ね、野口秀夫先生の野口秀夫の秀夫と同じ字でございます。あんな素晴らしい方のお名前をいただきました。ということで今日は皆さんに森本秀夫秀夫ちゃんと呼んでいただきたいなと。皆さんせーのでよろしゅうございます。秀夫ちゃんでよろしいですか。それではせーのありがとうございます。いやーもう嬉しいけど照れるね。本当にもう真っ赤でしょ。もうあんまり秀夫ちゃんと呼ばれたこともないんです。もう秀夫ちゃんっていう年じゃないんですけどもこうやってね皆さんに名前を覚えていただいてね行きたいと思います。それではよせばいいのにの次はまたハッピー&ブルーの歌2曲
我慢できないわ、そして私身を引くわ、どうぞ聞いてください。断って私はあなたについてきた、一緒になれると信じてて、二年も待つには辛いのよ、もう我慢もう我慢我慢できないわ、愛して愛せれて生きてゆけるなら、つまりなりたい、つまりなりたい、あなたのつまり。花嫁一生を諦めて耐えてる私のやるせなさ、苦労も覚悟で惚れたけど、二人の暮らしは夢かしら、もう我慢もう我慢我慢できないわ、愛して愛せれて生きてゆけるなら、つまりなりたい、つまりなりたい、あなたのつまり。それでは続けてお送りしましょう。私身を引くわ。愛しながら愛しながら別れて私身を引く。あなたの好みはあの人よりも私が一番知ってるつもりよ。巡り合うのが遅すぎたのね、一目を忍ぶ恋だけど、愛しながら愛しながら別れて私身を引くわ。会えない時間は他人のあなた、おうちのことなど聞きたくないわ。ゆうべも電話をかけてる顔が優しいパパに見えました。愛しながら愛しながら別れて
君を引くわ。ありがとうございました、ね、我慢できないわ、そして私身を引くわ、ハッピー&ブルー、森本英世の歌のタイトルっていうのはとんでもないタイトルがたくさんありました。今聞いていただけても我慢できないわ、寄せばいいのに、私身を引くわ、どうするつもりなのなんつって、もういろんなタイトル、普段ありそうなタイトルがたくさんありまして、皆さんにね、覚えていただいております、ありがとうございます。それでは今度は、森本英世がハッピー&ブルーから独立をいたしましてソロになりました。あ、どうも、ありがとう、しばらくぶりでございます、ようこそおいでいただきました、ありがとうございます。三つの恋の物語というタイトルで、これはあのコーラスグループのリードボーカルが3名集まりまして、ハッピーアドのブルーにいました森本英世、そしてサザンクロスにおりました菅野豊君、それにアローナイツの木下明君、この3名がコーラスグループのリードボーカルで集まりまして、ユニットを組みまして、これぞムード歌謡の歌を作ろうということで作っていただいた歌が3つの恋の物語という歌でございます。北海道の恋、そして大阪の恋、そして東京の恋と、この1番2番3番、1番が森本英世、2番が菅野豊、それに3番が木下明。着信メロはあなたが決めた、かけてくれなきゃ悲しいおもちゃ、噂ばかりのすすきどり、ああああ雪が舞う春が一番好きなのに、雪こと言うな札幌札幌恋の物語。どんなに燃える激しい愛も炎をかき消し、夜更けに帰る橋を渡ってゆく一人、ああああああ風へが追う鈴も幸せ遠いのに、さちこと言うなの東京東京恋の物語。恋の物語、思い出パジャマ、マットを
てみても恋は抜け殻寂しいだけね一人ぼっちのバスでああ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 風が吹くいつも幸せ遠いのに雪子という名の大阪大阪恋の物語悩みは果てなし。皆さんはトム・クルーズの映画カクテルを見たことがありますか？そのカクテルバリのパフォーマンスショーを楽しめるお店が郡山駅前にあるんです。ちょっと覗いてみましょう。君恋しい唇合わせねど涙は溢れて拍手欲しいタイミングがあるんですけど、自分たちフレアバーテンダーって言ってご存知の方います？いや、すごいですね。こういったもそうですね、いいよな、ありがとうございます。で、盛り上がる拍手のポイント、まずはカップインですね。ボトルが、こういうシェイカーの中に入っちゃいます。どうなっちゃい、やっちゃって
えなんとに大きな拍手を。君唇汗ねど行きましょう、頑張ります。そうですね、今回は、レアバーテンダーお酒なりをあげたり回したりするような場合になりますね。もしよければ皆さん YouTube 足を運んでいただけたらなと思います。お待たせいたしました。平成演歌のシンガーソングライター、大沢桃子さんの登場です。
気づきワクワク正義の歌心の歌東京ブギウギブギウギ陽気な歌東京ブギウギブギウギ正義の歌歌え踊れよブギウギ「ああ青べし伸び」
改めておはようございます。今日は本当に足元の悪い中をようこそお越しいただきました。宮崎の方へ足を運びまして、10年になります。いろんな方にお世話になりながら今日までやってまいりました。ちょうど今年が50年目に入りまして、まあ、その記念のイベントをやりたいなっていろんな方に、相談して力になってもらいました。多分初めてお会いする方もたくさんいらっしゃるかと思います。とにかく楽しい一日にしたいな。どうか最後までよろしくお願いいたします。早速ですが、この宮崎に来て本当にいろんな方に縁をいただきました。いっちゃが宮崎、聞いてください。天の岩戸の神々が優しく見守る高千穂町、宮崎本当にいいちゃな、心優しい南国の町、立花ドリア西立ち通り、ここは宮崎、いっちゃが宮崎、いっちゃがですよね。日南海岸右に見りゃ鬼の洗濯岩がある、宮崎本当にいいちゃな、海と光に緑の風も、ここは宮崎、いっちゃが宮崎。最後のいっちゃが宮崎はもう全員が覚えてるわけですから、そこだけは一緒にやりましょうかね。熊本で言いますと、よかとこよって言うんですけどね、はい、高鍋新富川南西都市清武宮根城、宮崎本当にいっちゃな、街を流れる大淀川の、立花ドリア若草通り、ここは宮崎、いっちゃが宮崎、ここは宮崎、いっちゃが宮崎。ありがとうございました。どうぞゆっくりとお楽しみください。よろしくお願いいたします。
これから歌われる相馬清さんの、楽屋の方にお邪魔させていただいております。はい。まあ、歌手として日本全国いろんなところで歌ってこられたと思うんですね。うん。特に印象に残った地域っていうのはありますでしょうか。そうですね。日本どこ行ってもいい、土地柄はいっぱいあるんでしょうけども、やっぱり私にとっては、恩師の有明一郎先生のふるさと、熊本、うん、そして宮崎、大分、あたり、九州が印象に一番残ってますね。熊本に行ったら、ぜひこれを見ていただきたいとか、これを食べてほしいとかありましたら、ぜひお願いいたします。私は元来あんまり食い気の方は あまり多い方ではありませんで、熊本の外輪山ですね、うん、あの大きさとあそこの中に4万とか6万とかそれだけの人が住んでるっていうことにまずびっくりして、まあ、こんな狭い日本にああいう素晴らしいその景観、絶景があるのかなっていうのは、本当にびっくりしましたね。私が歌手になってからまだ行ってない土地が、四国、そして北海道に行ってないんですよね。行ってみたいんですけど、なかなか声かかんないんですよ。もう、北海道、それから四国を含めてね、日本全国の皆さんにぜひ声かけして、私を呼んでもらえたらありがたいなと思うんですけど、春まだ浅い寝雪の中を寒さしのいで急ぎ足遅い春です。北国の川のせせらぎ、雪解けの思い出だけが残るふるさとよ。夏は海辺で泳いで暮らす、それが子供の夏だった。黒く焼けたね白い肌、それが気になる年の頃、戻ってこない白い砂浜は。
日の夕焼け真っ赤に染めて空を飛び交う赤とんぼ友と通った学びやも数えきれない人たちのふるさとは今思い出に変わる。有明先生がちょっとまあ、亡くなられて4年ということなんですけれども、うんうん、はい、まあ、やっぱり素晴らしい曲がいっぱいあると思うんですね。はい、いろいろお話ししてくる中で、まあ、先生を継承してほしいというそういうお話をいただきまして、まあ、私にできるかどうか非常に、大きな課題ですけれども、それを受けて先生の歌そのものも世に残していきたい、もうこれもぜひやりたいと思う中で、先生の作曲したいわゆる遺産ですね、それをこれから私のできる最善の力を尽くして歌って先生を継承していきたいなと、そういうふうに思ってます。親父におふくろじいさんばあさん、真面目に生きろと教えてくれた。昭和の時代もいろいろあった、貧しいながらも温かかった。歩いて山越え谷を越え通った学校へ、貧しくたって苦しくたってそれでも俺たち今日まで生きてきた。昭和の思い出話だよ。ここに生まれた俺たちだって今では遠い思い出ばかり。あの頃あの時ひたすら生きた、思い出します昨日のように。夕
焼け空の赤トンボ追いかけたあの日に戻りたいよね、あの日のように無邪気に遊んだ幼いあの頃に、過ぎた昭和の思い出話だよ。振り返りゃ楽しいこともいろいろあったよね、あの頃が今懐かしくなり、夜空を見上げて忍ぶよあの頃、過ぎた昭和の思い出話だよ。遠い昭和の思い出話だよ。いやー、いいステージでしたね。さあ、続いては、森本秀夫と行く、郡山デコ屋敷紀行。そして、ムード歌謡の貴公子、森本秀夫さんのステージを続けてご覧ください。どうぞ。牛年です。昭和24年の牛年、来年はこの辰年ですよね、多分ね、来年はいい年にしたいと思います。今日はあのこれ橋本さんの実家の牛氏の牛です。はい、タイガーマスクを盛り上がりました。ああ、よかったです。フェルディもあれですもんね、郡山市内で大きな会場があるんです、もう、4年連続でやってる星野さんもね、はい、でその昨日は盛り上がりましたねおかげさまでありがとうございました。こうやって県外からいろいろ活躍されている人が来て、今応援してもらってあるので、またこうやって盛り上げてもらえるとすごく嬉しいですね。だってね、もう、
11日、こういうのが出来上がりました。どうもありがとうございます。どうも、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。覚えてるんでございます。覚えてる。若く見えんだもんな。もうね、俺なんか80歳とか90歳になられるね。あの、いやいや、あの、仕事柄ね、あの、こう重みがあって、いい、そのね、おひげ、おひげがね、また素敵で。なんだろう、今日来るの知ってたら、ちゃんと俺綺麗にひげ剃ってたのに。十分です、十分ですよ。変わ、忙しいもんだから。編集してください、ここから。ちょっと、ちょっと気があるように編集してください。こういう字書くんですよ、陸のもの、陸。あ、そうですね、こ れ、 ね、これ見たことあります。ここは陸をデコと呼んでます。これね、人によっては陸が訛ってデコと呼んでるっていう書いてる人もいるんですが、これデコとも両方読むんです。広辞に載ってます、ちゃんと。あの、福島弁でなまったらデコじゃなくてデゴーって濁るんですよ。デゴーって濁るんですよ。だから濁ってないってことは正しい読み方。これが土になると土偶、こういうことです。こういうことですね。土偶は土の偶、デコは読み方違いますが、これ木の人形と言います。で、木の人形、木型に紙、和紙を貼り付けて作るのが、こういう紙で作った針子人形というんですね。くるめてデコと呼んでまして、意味は人形。そうです、はい、ただここは今だけですね。で、明治区は三原藩から分かれちゃったんですが、だから三原馬っていうのは今の三原じゃなくて、ここが本物なんですよ。まあ、あの、時代が進むとどうしてもあの合併合併でね、住所が変わっと勘違いされちゃうんですが、このデコ屋敷が三原郷土玩具の全て の、 ここの発祥の地。これはもう本当に有名ですよね。クロイドが子供のお守りなんですよ。昔の人は言ったら、あのメロディーとか、そういうのがないのかな。どこで息づきするのか分かんないような歌ばっかり。うちの親父もね、歌は好きだったんですよ。あの、どっちかっていうと夏メロ、はいはいはい、夏メロが大好きでね。低い声ばっかりのいい声じゃありません。低い声もいい声じゃない。こっちは何の声。言います、前に行けなんですよ。言いますよ、ね、言います。どうも、はい、ありがとうございました。どうもね、どうもありがとうございました。最後、元気よく頑張ってます。若々しく、いえいえ、またお会いすること。ありがとうございます。わざわざありがとうございました。またぜひいらしてください。、ね、はい、ありがとうございます。どうもね、どうも。こちらに、笑顔の花がね、今日一生いつも笑顔、おかげさまね、うん、はい、
失礼いたします。どうもこんにちは。どうも。天狗がまたすごいじゃない。ああ、だめだ。出会いですね。なって、あ、そうです。生活しながら。あ、そうだね。それで、ここでこう作って。はいはい。ここさ、抹茶から仕事やってるので。はい、この仕事をされて何年くらい？60年。これ中学しか出ないから、中学抜けて親父について、この仕事始まって15歳から、今作ってるのはこれ辰、来年辰年、来年の辰年の、はい、そうそう、これ辰年をこう緑にしてるっていうのは、はい、もう昔からここにいるんだったから、大体親父の弟にやってる。木の角、木の角に和紙を濡らして貼って、それでデコって、で、これ貼り込みの全然のことデコ、公園でデコ様デコ様、それでまあ上空でデコやし、四件でやってます。踊っていただけるんですか。めぐってめぐって急ぎる。急ぎして一緒来て。大丈夫です。これじゃ寒いじゃないですか。新婚さんいらっしゃい。落ちてきてる。味方まんじゅうも。どうもー。ありがとうございます。
ました。取りました。取りました。取りました。一緒一緒、ひょっとこの音で一緒続ける、一緒やるっていうね、もう森本も頑張ってるんだ、一緒一緒、いやいや、どんなに頑張ってますよ、皆さん、森本が近づいてきて、あ、これ、目をかぶったらば、鼻にかけると、あの目が見えるようになった、かぶったらば、あ、いい音言えた、あ、いい、あ、いい音ね、あ、いや、歩いてみよう、あ、いい、はい、はい、私と年が出てくる、あ、や、あら、や、や、さ、な、さ、あ、あ、あ、私と、あ、いいようでね、あ、いい、あ、あ、いいね、あ、いい、あ、あ、これはいいわ、ね、あの、自分でやってみちゃダメだってね、自分じゃない、自分を飛び出して宇宙と一緒となるっていうのも、本当ですね、自分をポンと捨てちゃって、そう、うち自然と一緒だから、自然の中の人間だから自然に帰るってことをこれでやって、いやー素晴らしい、何でもない、なのでアピールチャーアピールのサムネージャーサムネージャーね、あの自然に任せて、で農産業やりながらこういう仕事を続けに行きます、いやーよかった、素晴らしかったです、はいはい、ありがとうございました、すいません、ありがとうございます、いや、そうなの、ありがとうございます、花まで回す、いや素晴らしい芸です、いやいやいや、これはもうどんどんあの推奨してね、はいはいはい、体で愛してみて、若々しい、あれありがとうね、はい、焦げな感じでありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました。
緒に、はい、ありがとうございます。元気になります。どちらにいらっしゃるの？あ、うちの母ちゃん。母ちゃんね。母ちゃん、亡くなって。あ、97年前に。うわー、ちょっと寂しいですね。息子と娘と、あんねてくれた。お元気でまた。あ、です。はい、どうも。もう会場も最高潮に盛り上がってまいりました。後半戦はまずはこの曲で盛り上がっていきましょう。星降る街角。星の降る夜はあなたと二人で、おお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 思いキスしても、うーん、何は誰も言わないで一人見つめ合う、あーの街角。二人で歩く、ああああああ歩こうよ、そよぐプラダンス二つの靴元、ああ恋の日よりいじわるよぎりが行くと邪魔しても、愛は何も言わないで微笑みを交わす、ああの街角。ワンチューお願いします。ワンチュー、風の香る夜は朝まで二人で、あああああああなそうよ、揺れてるキャンドル寄り添うた先、ああ恋の日よりやきもちきよつゆが思い出しても、何は何も言わないで口づけを交わす、ああの街角。埋まってみせる、こんな湧き
私の愛で狙い行き炎のように燃えたが生まれた星の一手だ一度決めたら死ぬまで尽くすのよ愛しくて愛しくて狂いそう甘い素肌いつの味心に決めた女の赤いループは誘惑振り向かせる今夜はきっと私の愛で狙い行き一途な女恋心生まれた星の一手が熱く切ないときめき消せないの狂いそう どうもありがとうございます、森本秀夫第2部まず最初に聞いていただいたのがあの角角角角曲がり角星降る街角聞いていただきましたありがとうございますそれでは今度は森本秀夫の、今有線放送で1位になりました雪化粧どうぞ聞いてください月の寝らない子には願いの貸したけ涙がある今夜はどうか許して涙こぼしちゃって困らせちゃっても甘い香りのあなた信じて夢を描いた私ばかりみたいねグラスに頬をつけて感じるあなたのぬくもり愛の言葉も通った店も思い出になるでもね私一つのが涙を隠すの雪化粧おととしの初雪の日二人は出会い恋をした年の春はどこで誰を愛してるの抱きしめてるのあれから2年重ねた思い明日からはどうして忘れよう私の髪をなぞる指先ゲランの香り優しすぎた季節が変わるあなたさよならでもね今夜はせめて強か心を閉ざすの雪化粧
ありがとうございます。雪化粧を聞いていただきました。それでは皆さんと楽しく過ごしてまいりました森本英世の歌のステージもそろそろ最後の一曲になってしまいました。皆さんに応援をしていただいて昭和49年トシヒトとハッピー&ブルーに入りまして皆さんに一枚一枚レコードを買っていただきます。その頃は CD ではございません。レコード版でございました。1枚が500円という値段。皆さん500円玉を握りしめて一枚一枚買っていただいて大ヒットにつながりました。思い出の曲です。私祈ってますでお別れします。ありがとうございました。私祈ってます体に十分注意をするのよお酒をちょっぴり控えめにしてあなたは男でしょ強く生きなきゃダメなの私のことなど心配しないで幸せになってね私祈ってます私祈ってます私祈ってます
やつさ、良いやつさ。いやー、皆さん楽しかったですね。デコ屋敷、ありがとうございます。デコ屋敷素晴らしかったですね。私もですね、自分のこのゴーちゃんの番組を始めてから、いろんな地域でコンサートですとか取材させていただきました。もうやっぱり皆さん楽しんでらっしゃいますよね。この自分の好きなことを楽しみながらこう続けていく、こういったことをやっている方はもういくつになってもめちゃめちゃパワフルでものすごく元気です。しかしですね、こうなかなか日本全国あっち行ったりこっち行ったりって皆さんも難しいと思うんですね。ぜひ今年はこのゴースケチャンネルでいろんなものを皆さんにお伝えしていきます。このゴースケチャンネルを見て一緒に楽しみましょう。そしてこのゴースケチャンネル このチャンネル登録もぜひお願いいたします。昨年は和歌山県海南市が生んだ伊沢八十兵衛さんを全4回にわたりお届けさせていただきました。あれ、そういえば隊長いないですね。隊長見てます？お正月だからってお酒ばっかり飲んでちゃダメですよ。今年も一緒にやりましょうね。今年はゴースケチャンネル、さまざまな日本全国まだまだ皆様にお伝えしたいものがあります。こういったところを私吉村ゴースケゴーちゃんでお伝えさせていただきます。今年もぜひ応援よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また来月。おっと、夜にはいつも店で飲み明かして、惹かれた奴らと調子外れたラブソング。昨日で遥か遠くに消えてゆく。グラスの中には溶けることのないアイスボタバコ加えギターつまびく背中、酔って泣いて心揺さぶるソウル、膝を叩きリズム刻む指先、たまにずれて調子狂う。探れた男のブルー。